どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人までみんなが役に立つことを発信していきたいと思います。タオツータオツー、今回は足長のラグジュアリーボール。じゃーん、足めっちゃ長い。これめっちゃ実用性ゼロの作り方をご紹介したいと思います。これはね、まあ、前回他の動画でも見た方はいると思いますけど、このラグジュアリーボールの足2倍長くなってる。2倍。この前はね、指2本だったけど、今回はね4本、4本になってる。これさ、もう実用性ないと思われるけど、これね、紀元前の話、中国とかだとこの足長ボール、これとね似たような形のあったんだよね。でそれはな、文献によると、この足の長い部分を持ってこう馬に乗って、こう馬上杯としてこうやってアルチューしながらするっていうアルチューグッズだったんですよ。それをね、今回自分もかっこいいなと思ってご紹介したいと思います。今回のポイント3つ。じゃじゃん。1つ目、高台をしっかり絞る。2つ目、これね、あんまりねみんなやらないんだけど、ちょっと内緒で教えますけど、カンナを使って高台を少し削ってあげる。3つ目、ゆっくり移動させてゆっくり乾燥させる。そのために必要なこともまたお教えします。今回使う土は、じゃん、ずし、若干重い 1.5 キロ。いきますね。ではまず軽く芯出しをしますね。シューン、シューン。では始めます。今回の作品はね、足がねめちゃくちゃ長いということは、下の高台の部分に土をしっかり取らなきゃいけない。今回指4本、だいたいこれぐらい、指4本、線つけるね、大体これ指4本、ここは残してこの上で作っていきます。ちゃんと下から土を取ってきてあげてくださいね。いきますよ。ブイーブイーあいやー。で、1つ目のポイント、高台をしっかり絞る。ここかなり力入ってる。これブワーッと入ってる、ブワーッと入ってる。汚いなこれ。今汚いけど、これねめちゃくちゃ美しくなるから、魔法の手で美しくするから。今ね、どこまでが穴開いてるかというと、ここら辺、ここら辺、ここ、ここ、指4本分。こっから上はね、もう湯飲みみたいになってる。じゃあこっからちょっと作っていきましょうね。こっからはね、ボールを作るように、ほんと上の世界だけ、上の半分の世界だけでいくよこれ。はい、まず生地作ります。均一にします。で、ドベッバーン入れます。バーン入りました。で、形を作ります。ワン、ツー、スリー。大体3手で仕上げてください。これは触りすぎるちゃうと形がねくちゃってなっちゃいます。あ、いいね、かなり調子いいね。で、中ペロン、ペロペロペロン、ペロペロンペロンと綺麗にしちゃいます。ペロペロンって。で、こうやってちょっとね口が波打ってる場合は、このジャラン、見えるかな、この針で口を整えてあげて。で、今回はね、別に楕円にしないから外仕上げなくていいから、外ごてはね、まあ、軽くでいいね。で、中はこう手のひらでこうやって、内ごてもやっちゃおう。これ内ごてやっちゃいいので、やって、はい、じゃあこれでまず基本の形ができました。じゃあ次、ポイント2つ目、もうこのままフィニッシュして後日に削っても、もちろんそれでもいいけどね、これをやるとね、
あとあとめっちゃ楽になるのが、じゃじゃん、今若干削っちゃいます。ポイント2つ目、高台を少し削ってあげる。ではお見せしますね。これはね、下がね、高台の部分が分厚いからできる技。下がね、分厚くなかったらもう上がね、ぐにゃぐにゃになっちゃうから、まだだね、これもう結構極限まで、ウィーン、ピュー、もうダイエットダイエット、削る削る、ライズアップしてあげましょう。来ました。はい、これです。では3番目、今回のボールはこうグッとあの歪んだりしないんで、同心円のままいきたいので、3つ目のポイント、ゆっくり移動させ、ゆっくり乾燥させる。このままそのまま外に置いておくと、あのこの高台が分厚い部分、乾燥が早くなると亀裂が入っちゃいます。なのでゆっくり乾燥させるために、まあ室がある人は室に入れてもいいんですけど、大概の人は持ってないので発泡スチロール、それに入れて保存して1週間後とかに削ると、外も中も同じような乾燥するので、そこからだとね、亀裂も入らずに削れるので大事に扱ってあげてください。じゃじゃん、こんな感じ。ここがね、ここ削ってる部分、ここね、最初に削っとくとすごい後から楽になるから、その乾燥具合もすごい少なくて済むから、ここが多いと乾燥具合が中と外ではね、全然違ってくるんで、なるべく上が動かない程度に削ってあげてください。大丈夫と信じて、あいやー、大丈夫だったみたい。でれれー、断面図こうなってます。ちょっとなんかお前眠たそうじゃん、お前助けろ、助けに来ました。やべ、余計ぐちゃぐちゃになっちゃった。はい、ぐちゃぐちゃになりました。今回の断面図はちょっと難しいですね。まず覚えてほしいのはここ、均一になってること。へい、元気出せ。こういう風にね、指の使いはもちろんこうクロスして中指で上げる、クロスして中指で上げる、で最後にこの固定でこのように上げるっていうのがポイントです。で次、面白いところ、ここ、こんなに高台余ってる。さっき締めたのは、ここギュッと締めたのは、ここを締めなかったらここから亀裂がピッて入っちゃいます。これなくすために土をね、ギューッとギューッと締めることによって切れが少なくなります。今締めてあげてください。でまた今度お教えするのは、ここをね、こんだけ削ります。こんだけ、これこの部分削っちゃう、真空の削るっていうのをまた次回お教えしたいと思います。では今回は足長のラグジュアリーボールの作り方でした。では皆さん、これからも陶芸楽しんでください。タオツー、タオツー、チャンネル登録よろしくお願いします。あざす、あざす。